地図情報メタモデルの例。4種類の自己研究のあるメタオブジェクトを持つ。メタモデルとはソフトウェア工学及びシステム工学などにおいて、所定の問題領域でのモデリングに適用可能で有益なフレーム、規則、制限、モデル、理論を意味する。メタモデリングとはメタモデルの分析、構築、開発を意味する。この用語は、 メタとモデルという用語の組み合わせである。メタモデリングはメタであるがゆえに、その活動とメタモデルはメタ科学、メタ哲学、メタ理論、一般システム理論などで研究されている。そういった意味では、当がメトシーリーによれば、メタモデルはゴール思考のメタ知識であり、モデル化する領域に関連している。そのため、理論的に言えばメタモデリングの成果である。 モデル階層をメタモデル階層と混同するかもしれない。計算の観点では、この概念は数学で使われており、計算機科学、計算機工学、ソフトウェア工学で実用のために応用されている。本項目は主に校舎の観点で述べている。計算機科学などでは、メタモデリングとは、ある領域内でのコンセプトの集合を構築することで、ある。 モデルは実世界の現象の抽象化であり、メタモデルはそれをさらに抽象化し、モデル自身の属性を際立たせたものと言える。モデルがメタモデルに従うということは、コンピュータプログラムがプログラミング言語の文法に従うのと相似している。メタモデルの一般的な利用法には、以下のものがある、メタ、オブジェクトファシリティ、US フィーチャリングのビジネス参照モデルオントロジーの 例、ドーダフメタモデルソフトウェア工学においては、モデルの利用がますます推奨されるようになっている。モデルの使用は従来のコードをベースとした開発技法とは対照的である。あるモデルは常に一つのメタモデルに従っている。モデル駆動工学の中でも特に活発なのが、OMG が提案するモデル駆動型アーキテクチャである。MDA では、メタ。 オブジェクトファシリティと呼ばれる言語でメタモデルを記述する。OMG が提案している典型的なメタモデルは n、L、シスメル、スペム、CWM である。ISO でも ISO、IEC24744 で標準メタモデルを公開している。放述する各種言語もすべて MOF で書かれたメタモデルとして定義される。メタデータモデリングは ソフトウェア工学やシステム工学で使われているメタモデリングの一種である種の問題についてモデルを構築、分析するのに適している。モデル駆動工学の重要な活動の一つはモデル変換言語の体系的利用である。OMG はこのための標準規格 QVT を提案した。QVT は MOF に基づいている。 モデル変換言語の中でも QVT に準拠した実装としては、アンドローンダ、バイオトラ、テファケット、メニーディスインズ、ポルトフィーノなどがある。MOF、QVT においては、モデル変換自身もモデルである。このため、変換言語をメタモデルで定義できる。明確なメタモデルに基づいたモデル変換言語としては、ATL がある。 メタモデルはオントロジーと密接に関連している。どちらもコンセプト間の関係を記述したり分析したりするのに使われることが多い。ソフトウェア工学ではメタモデルの種類を一家のように分類できる。ありがとうございます。